こんにちは、あつ森です。今回は潜在意識を使った視力回復メソッドについてお話していきます。この動画を見ているあなたは、自力で、視力を回復させたいとか、メガネを使わないで生活したいっていう、思いを持った方だと思います。その方たちに向けて、潜在意識っていう、すごい力を使えば、誰にでも視力を回復させる可能性っていうのはあるんだよっていうことをお伝えしていきたいと思います。で、僕は15歳の時にメガネをかけ始めて、それから25年間ずっとメガネを使っていました。で、視力は 0.08 ぐらいだったと思います。その 0.1 以下の視力を1年で 0.7 まで回復させて、その後1年で 0.9 まで回復させました。その回復させた方法っていうのが、その潜在意識を使った視力回復メソッドなんです。で、今までブログで、実際にね、視力回復させたいっていう方と、対面で話したりリモートで話したり、あとメールで相談を受けたりして、コンサルタントをやってたんですけれども、その中で視力回復できてる人とできてない人がいる。で、その違いっていうのは、やっぱりその潜在意識を使えているか使えてないかの違いっていうことにすごく気づいて、これはこういうメソッドを作ってリリースしてあげれば、もっともっと視力回復する人が増えてくるんじゃないかっていうね、そういう僕の思いがあって今回リリースっていうのを決めました。これ開発に1年かけて、で、制作には4ヶ月ぐらいかけたものなんですね。潜在意識を使った視力回復メソッドっていうのは、潜在意識を使って視力を回復させる方法なんですけれども、じゃあ潜在意識っていうのは何なのかっていうと、自覚できない意識のことですね。つまり無意識、例えばボールが飛んできて、こうとっさにこうしゃがんだ、で、それは潜在意識になります。ボールが来たから、しゃがまないとって頭の中で自覚して、動いたわけではないですよね。そんなことしてたらボールにぶつかっちゃいますから、こう反射的に無意識で動いた、それが潜在意識です。熱いやかんに手を触れてしまって、とっさにこう手を離したとかね、そういうのも潜在意識によるものです。人の意識の 95% が潜在意識っていうふうに言われています。で、このすごい潜在意識を使うことで、本来自分が持っている自然治癒力、それを引き出すことができるんです。で、その自然治癒力を使って視力を回復させる。だから薬に頼るわけでもなく、手術に頼るわけでもなく、もともと自分が持っている力をどうやって引き出すか、その引き出すための術、それが潜在意識を使った視力回復メソッドなんです。今こう心臓が鼓動してますけれども、これも潜在意識が行っていることです。食べた食べ物を消化して排出するのも潜在意識が行っていること。例えば切り傷をしてしまった、その血を止めてその傷を治すのも潜在意識なんですよね。頭で考えて血が止まれとかってやらないですよね。だから潜在意識っていうのは、それだけ人が生きていく上で切っても切り離せない、そういう存在なんです。ただその 95% もある潜在意識を、なかなか使いこなせてる人はいないんですよね。で、その使いこなせない原因として思い込みがあるんですよ。私は視力が回復しないとか、メガネなしでは見ることができないというふうに信じていれば、やっぱり潜在的な力というのは引き出すことができない。逆にそこでこの先メガネを使わないで生活していけば見えるようになるっていうふうに信じていれば、潜在意識がそうやって体を作っていく。怪我を治すのも病気を治すのも、全て潜在意識なんですよね。で、こうやって、視力回復した人の話を聞くと、だってそれあなただからできたんでしょって思うかもしれないですよね。でも私には無理。それがまさにその潜在意識の思い込みのところなんですよね。私には無理っ
って思っちゃったらもう無理、潜在意識は動いてくれない、まあ、逆にあの人ができたんだから私にもできる、そうやって信じること、それが視力回復の第一歩になります。それってあなただからできたんですよねって思った人は、自力で視力回復できるっていうことをまだこう信じられてない、まあ、世の中的にもやっぱり一度悪くなった視力は良くならないっていうのがね、未だに常識としてあるので、まあ、視力回復した人が稀だっていうふうに信じる気持ちはわかるんですけど、まあ、そこはあくまでも過去そういうふうに言われてきただけで、まあ、これからその僕のように潜在意識を使って視力を回復できるっていう人が増えてくれば、その常識は、まあ、全く逆のものになる。もう潜在意識を使えば視力って回復できるよね。じゃあちょっと見え方悪くなったけど、メガネを使わずにメソッドやってみようかっていうふうに、ね、なってくると思うんですよね。この潜在意識を使った視力回復メソッドは、心の持ち方が整ってないと潜在意識っていうのは自分の思い通りに動いてくれない。その心の持ち方をまず学んでいきます。3つの心っていうのを持つ。そうすると潜在意識がこう自分の願いを受け入れてくれるようになる、まあ、心の持ち方って言われても、心って言われても目に見えないし、なんかピンとこないとか、まあ、心の持ち方でね、視力が回復したら苦労しないって思うかもしれません。でね、実際あったこういう話があるんですけど、船にね、乗った乗客たちを A、B、C のね、3つのグループに分けたんですね。で、A のグループには、まあ、本当の船酔いの薬をあげるんです。で、B のグループには偽物の船酔いの薬をあげるんです。まあ、薬じゃない、ただの粉をあげるんです。で、C のグループには何もあげないんです。で、実際どういう効果があったかっていうと、 A と B、 その2つのグループは船酔いが改善されたんです。で、 C のグループは変化がない。で、 B のグループは偽の薬だったにもかかわらず船酔いが改善されたんですよ。っていうことは、症状を治しているのは薬ではないんですよ。最終的に症状を良くしているのは自分自身の自然治癒力なんです。だからこの薬で治るって心から信じられたから、潜在意識が働いて症状を治してくれたっていうことなんですよね。まあ、こういう例っていうのはもうすごいいっぱいあって、最終的に治すのは自分なんですよね。あとはそのやっぱり病気とかを作り出すのってやっぱり心の状態っていうのがすごい関係してて、まあ皆さんも経験あると思うんですけど、ちょっとみんなの前でね、発表なんかするときに緊張してお腹が痛くなるとか、まあ下痢になっちゃうとか、あとちょっとこう震えちゃうとか、まあそういうのって、その心ですよね。まず心が来る。緊張して、あ、失敗したらどうしようっていう気持ちが、そういう腹痛とか下痢とかっていう症状を引き起こす。まあ、胃潰瘍とかもそうだと思うんですけど、心の不安とか恐れが大きくなっていって胃潰瘍になる。だからすごい心っていうのは、その見えないですけれども、ものすごくその病気とかに関わっていることなんですよね。だから心の持ち方次第で逆に言えば、それを改善することができる。例えばみんなの前で発表するときに、緊張しない心が作ることができれば、腹痛にはならないと思うんですよね。まあそれは視力回復も同じで、まず心なんですよね。心の状態を整える。で、それはもう視力回復し始めたことと同じなんですよ。で、逆に心の状態が整っていなければ、何をやっても、それは結果として現れてこないんですよね。だからまず心が大事になる。三つの心が整ったら、次は準備編メソッド。いくら頭で、視力回復しようっていうふうに思っても、やっぱり潜在意識が、いや今まで長い間メガネ使ってきたじゃん、いや無理でしょって思ってしまったら、その視力は回復しないんですよね。潜在意識が動いてくれないから、頭と潜在意識を同じ方向に向ける必要がある。そのために準備編メソッドでは、
その潜在意識が視力回復に向かってブレないようにするための準備をしていきます。で、準備編メソッドで準備が整ったら、今度は実践編メソッドに入ってきます。これは日常生活の中で、見ることを意識したりだとか、いくつかのメソッドをやるんですけど、メガネを使わない時間を少しずつ増やしていったりだとか、そういったことをして、体でね、メガネを使わないでも見れるんだっていうことを落とし込んでいく。で、そうすることで潜在意識がメガネを使わなくても見えるんだっていうことをね、信じられるようになっていく。そうすると、潜在意識が少しずつその視力回復に向かって動いてくれるようになる。寝てる間でも視力回復するように潜在意識が動いてくれるようになる。そして次はモチベーション管理メソッド。何でもそうですけども、視力回復でも、気分が乗らない時とか、やる気が出ない時、不安になる時があると思うんですよね。このまま続けてて本当に視力が回復するんだろうかとか、今よりももっと悪くなっちゃうんじゃないかとか、なんかこうやる気しないなとかね、そういう気分の浮き沈みって、あると思うんですよね。で、やっぱりね、モチベーション下がる時って誰にでも必ずあるんですよね。これはもう本当一流のスポーツ選手でもありますし、モチベーション下がるのはもう当たり前。ただ、モチベーションを下がったまま、不安な状態のままやる。それはやっぱりね、なかなかこう、結果にも結びつきにくいし、続けること自体をね、やめてしまうかもしれないので、そのモチベーションが下がった時に、下がったままにしないで、できるだけ小さくする。その方法っていうのをいくつかのメソッドとして紹介してます。はっきり言えば、ずっとモチベーションを高くキープできれば、誰にでも視力は回復できると僕は思ってるんですよね。ただそれがなかなか難しいから、なかなか回復する人がいないっていうだけであって、いかに下がったモチベーションを、大きくしないようにするか。だからそこはもう本当にすごい重要なところですよね。あとは、加速メソッドっていうのがあります。実践編メソッドで見ることを意識して、潜在意識に落とし込むっていうことをするんですけど、それだけじゃなくて、見ること以外にも本能的に生きるっていうことをやると、その視力回復のスピードが速くなっていくんですよね。これは、見ること自体が、自分の目で見ること自体が人間の本能であり、潜在意識自体も人間の本能なんですよね。なので他の本能を使えば、相対的にその見ることだったり潜在意識が活性化されていく。そのために見ること以外にも本能的に生きるっていうことを取り組んでいくと、それが結果的に視力回復にもつながっていくっていうメソッドです。これはね、視力回復に結びつくだけでなく、本能的に生きるっていうことはその自分を解放するっていう意味でもあるので、その視力回復だけじゃなくて、心とかね、体の健康にもつながるし、自分の成長につながるんですよね。木を見て森を見ずという言葉があります。部分的なね、木だけ見て、全体的な森をおろそかにするっていう意味なんですけど、これをね、視力回復で例えるなら、木はね、その個々のトレーニング的なもの、眼筋を鍛えるトレーニングとかありますけど、そういうものだと思ってください。で、森は潜在意識なんですよね。で、そういうそのトレーニング的なものにとらわれて、潜在意識っていう大きい存在を見なければ、視力回復させるのは難しいっていうことなんですよね。逆にね、この大きい森を使うことができれば、視力回復の可能性がぐんと広がるっていうことになります。潜在意識を使いこなす。日常生活の中で少しずつゆっくりね、無理なくやっていく。そういう方法がこの視力回復メソッドになります。詳しい内容は僕のブログの方で紹介してますので、そちらをご覧ください。こちらに URL 書いてありますけれども、説明欄の方にリンク貼っときますので、そちらをご覧ください。で、自力でね、視力回復したい、メガネなしの生活を送りたいっていうね、思いがある方はぜひご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。